はい、ということで今日もサガフロンティア攻略やっていこうと思います。で、なんかカバレロに話つけろっちゅうことだったんで、カバレロに話親父いきなり飲み始めて、やった最強の仲間入った。なるほど、シュライクに行かなきゃいけないっぽいな。しかしこのなんかさ、スラスター的な、あ、竜とは仲間になってくんないんだ今回は。よし、じゃあカバレロ事務所に突撃しよう。ファクトリーまで来い、ぺちゃんこにしてやるって。秘密兵器に酔っ払いかまあそりゃそうだな。よし、こんな感じで行ってみよう。なんかボスっぽいもの出てきたけど、もう相変わらずあのブルーのデニムがよく似合いますね、ゲンさん、うん、ご視聴ありがとうございます。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。また明日も見に来てくださいね。